参考バス玉名営業所荒尾車庫参考バス。荒尾営業所は、過去に存在した九州参考バスの子会社である参考バスの営業所の一つ。かつては、1991年に本体である九州産業交通から地域ごとに分社化され、熊北参考の営業所として位置づけられていたが、2005年4月に、 子会社再統合によって参考バスの営業所として位置づけられていた。2006年11月30日をもって多摩な営業所に統合されたことにより廃止された。熊本県荒尾市荒尾南洋舎区主に熊本市の熊本交通センターから荒尾市四津三間を結ぶ路線のほか当営業所を起点として荒尾市のほぼ全域並びに 近隣の玉名市内や長須町方面といった県北エリアの大半をカバーしていた。また、過去においては、熊本市内と県境を越えた福岡県大牟田市とを結ぶ快速バスも担当していたが、JR 鹿児島本線の増発の影響により1992年に快速運転を中止し植木町までの確定となる。2000年頃には荒尾。 ヨニ大マ・オ駅間並びに、大牟田駅上駅間が廃止される。また、東営業所のエリアには、他社との競合も盛んで、荒尾市 A バスや大牟田交通といったまさに三社ともに、サービス合戦を繰り広げ、特に、荒尾市 A バスとは、良きライバル関係にあったが、荒尾市が、バス事業から撤退すると発表した後、2004年4月に、荒尾市 A バスが運行していた路線の一部が、 当社に先行譲渡され、さらに2005年4月には、残りのすべての路線が異常されるとともに、車両並びに、局車もすべて譲り受けあら押し交通局は閉鎖、解散した。局車譲り受け後は、当営業所として、従来の営業所から移転とともに、旧営業所を閉鎖、売却した後、共用していたが、当社の合理化並びに、 県北地域の業務活性化により2006年11月末日を、もって多摩な営業所に統合し、当営業所は閉鎖された。なお、廃止後は、参考バス多摩な営業所荒尾車庫として、車両と乗務員は引き続き駐在しているほか、バス停としては、荒尾参考前として、現在もある。なお、2008年10月のダイヤ改正により、 荒尾市内のバス路線網が見直され、重複する路線の統合や廃止など多くの路線が大幅に再編された。これと同時に、熊本市荒尾市間の路線については、玉名を境として、系統分割がなされ、漁師間とを結ぶ直通路線は廃止となった。ありがとうございます。